11段目の説明をします。これまで八角形だったところ、これを徐々に四角にしていくんですね。ここは徐々に角にしていくところです。まずは長編み表引き上げ編みを3目編んでますね。で、長編みを17目編んで、そしてここはだんだんフラットにしていきますので、ここはですね、表引き上げ編みを6目一度して、ここはもう閉じています。この三角をここで閉じました。そしてまた長編み17目編んで、この部分ですね、ここはまだ閉じずに表引き上げ編みをそれぞれ編んで6目編んでいるという形になります。11段目を編む前にまずマーカーを入れます。水色のマーカーは角になっていきます。ピンクのマーカーはだんだん平らにしていくところになります。鎖編み1目で立ち上がって、ここにまず細編みの表引き上げ編みをします。これを長編みに引き出して、ここにもう一つ細編みを編む要領ですね。そして引き抜いて、これで長編みの表引き上げ編み1目という形にします。次も表引き上げ編みですね。もう一つ表引き上げ編みをします。そうしたら鎖1目編んで、裏引き上げした長編みですねに長編みを編みます。間の鎖のところにも長編みを編みます。裏引き上げ編みした長編みに長編み、長編みを17目編みました。ではね、今度ピンクのマーカーのところです。17目の次は鎖1目です。はい、そうしたらここは表引き上げ編み6目一度にしていきます。これを一度に引き抜きますね。鎖編み1、2と編みます。そうしたら、ここはまた長編みを17目編むことになります。長編みを17目編んできました。次は水色のマーカーのところになりますね。ここを一度やってみます。まず鎖編み1目ですね。ここは表引き上げ編みを閉じません。そのまま普通に表引き上げ編みで6目編みます。はい、こんな形ですね。あとはやり方は同じになりますので、繰り返し編んでいきます。編み終わりの部分です。これ最初の立ち上がりのところですね。ここに引き抜いて終わります。12段目の編み方を説明します。ここですね、ここは、表引き上げ編み6目一度にしています。鎖を編んで、扇形の部分は細編みの裏引き上げ編みで編んで、ここにまた立体的なねラインを出しています。そしてここは、長編み3目の玉編みを編んで、鎖編み、長編み3目の玉編み、玉編みを2つ入れています。ここはまた同じように細編みの裏引き上げ編みですね、17目編んでいますという形でやっていきます。編み始めの位置をここにしたいので、ちょっと裏向きにして戻りますね。まず鎖1です。向きを変えて引き抜きで戻っていきます。鎖1目で立ち上がってまた向きを変えます。表向きになりました。では今度ここは、長編みの表引き上げ編み6目一度をしていきますので、まずこれは立ち上がりにしますのでね、細編みの表引き上げ編みをやる要領で長めに引き出して、ここをもう一度こうしますね。はい、この状態で置いておきます。次は未完成の表引き上げ編みです。長編みの表引き上げ編みですね。立ち上がりも含めて全部で6目です。これを一度に引き抜きます。鎖編み1、2、3と編みます。そうしたら、ここですね、長編みを
裏引き上げ編みです。細編みの裏引き上げ編みで17目編んでいきます。細編み裏引き上げ編みを17目編んだら、今度はこのまとめたところに長編みの玉編みです。長編み3目の玉編みを編みます。一度に引き抜きますね。鎖編み1、2、3です。同じところに、長編みの玉編みですね。で、鎖1と編んだら、またここは細編みの裏引き上げ編みです。これをね、17目編みますね。細編み裏引き上げ編みで17目編みました。次は鎖1、2と編んで、ここを6目一度にしますね。一度に引き抜いて鎖1、2、3と編みます。ここからまた、細編みの裏引き上げ編みですね。角になっていくところは今6目一度にして、ここが、フラットになっていくところは玉編みが2つ入っているという形で、ではこれをね、残り編み進めていきます。編み終わりの部分をやってみます。逆鎖1、2と編んだら、ここですね、ここに引き抜きます。はい、これでこの段の編み終わりとなります。13段目の説明をします。この段はですね、角の部分はこれ長々編みを5目入れています。間には鎖編みが1目ずつ入っています。そしてここはずっと細編みでいきますね。この玉編みのところも鎖を束にすくって、細編みをして、細編み細編みといって、また角のところで、鎖編みと長々編み交互に編んで5目入れていますという形で編んでいきますね。それでは13段目をやっていきます。まずですね、このまとめたところに引き抜いて移動しますね。で、ここから鎖編みを4目編みます。これは長々編み1目の代わりになります。そして鎖編み1ですね、同じところに長々編みを1、鎖編み1、もう一度長々編みを編みます。鎖編み1です。今長々編みを3目分編んだところですが、これは最後戻ってきて、あと2目長々編みを編みます。ですので、とりあえず3目で次に進んでいきます。そうしたら、この細編みを 1、2、3、3 目飛ばして4つ目です。4つ目から細編みしていきます。ここまで細編み14目編みました。では次ですね、ここ玉編みのところ、まずここを束にすくって細編みします。次はここの鎖を束に細編みを3目編みます。そしてその次ですね、こちらここを束にすくって細編みを編みます。このような形になりますね。ではまたここから、細編みを14目編みます。14目編むとこちら側の細編みが3目残る形になると思います。細編みを14目編んで、今3目目が残っているところですね。では次をやっていきます。まずは鎖1目ですね。長々編みをこのまとめたところに入れます。鎖1ですね、長々編みを同じところに入れます。長々編みと鎖編みを交互に全部で5目入れますね。はい、長々編みが5目入りました。では最後は鎖編み1と編んで、ここを3目飛ばして4つ目から細編みです。あとはね、ここのやり方と同じになりますので、この要領を繰り返し最後まで編んでいきます。ではこの段の編み終わりをやってみますね。ここ最初に長々編みを3目編み入れたところに、あと2目編みますね。鎖1です。
長々編みを同じところに入れます。鎖1です。長々編みを編み入れて鎖1と編んだら、立ち上がりの鎖4目のところですね、ここに引き抜きます。はい、これでこの段の編み終わりとなります。14段目の説明をします。だいぶね、四角の形になりますね。角の部分はこれ長々編みの玉編みを入れています。真ん中のところだけ玉編みが2つ入っていますね。であとはここは細編みでずっと編んでいます。角のところは同じですね。長々編みの玉編みが入ります。では実際にやってみます。では14段目をやっていきます。まずは鎖編み4目で立ち上がります。これは長々編み1目の代わりですね。そしてここに未完成の長々編み、もう一つ同じところに未完成の長々編み、これを一度に引き抜きますね。長々編み3目の玉編みという形にしています。次は鎖編み4目です。またここの長々編みのところに長々編み3目の玉編みを編みます。鎖編み4目です。もう一つこの長々編みのところに長々編み3目の玉編みを編みます。一度に引き抜きます。鎖編み4目です。これ残り半分はまた最後に戻ってきた時に編み入れていきますね。では先に続けます。今度はここをですね、 1,2,3,4,5 目飛ばして6つ目です。6つ目に細編みをします。これで細編みを続けて編んでいきますね。細編みを23目編みました。23目編むとこちら側も5目残ることになりますね。ではここまで編んだら鎖編み4目です。今度角のところをやっていきますね。ここは、長々編み3目の玉編み、鎖編み4目です。ここも長々編み3目の玉編みですね。鎖編み4目です。真ん中のところは、長々編み3目の玉編みを2つ編み入れます。はい、真ん中のところだけ玉編みを2つ入れてます。あとは同じですね、玉編みを1つずつ入れていきます。角の部分はこんな形になりますね。ではまたここは細編みを5目飛ばして6つ目から、細編み23目と編んで、また同じ角のやり方ということで残りを編んでいきます。編み終わりのところまで来ています。では最後のところをやってみますね。鎖編み4目で最初に編んだ玉編みのところですね、ここにもう一つ玉編みを入れます。そうしたらここは鎖4目で終わるところですけれども、真ん中の位置で終わりたいので鎖1、2と編んで、ここですね、ここに中長編みをします。はい、これでこの段の編み終わりとなります。15段目の説明をします。外周を長編みで編んで四角形にしています。長編みですね、一辺が長編み53目になっています。それでは15段目をやっていきます。まずは、鎖編み3目で立ち上がって、これ長編み1目の代わりですね。
同じところを側にすくって長編みを1、2と編みます。これで長編み3目分ですね。今度は鎖を側にすくって長編みを4目編みます。ここも長編みを4目編みます。ここも長編みを4目編みます。はい、ここまでで長編みが15目ですね、編んだことになります。ではこの後はここ細編みのところにそれぞれ長編みを編みますので、23目長編みを編んで、今度はここまた鎖を側に長編みを4目、ここも長編みを4目、長編みを4目まで編んでいきます。ここまで編んだら今度角のところをやってみます。ここは長編み3目編んで、鎖編み1、2と編んで、もう一度ここに長編みを3目編みますね。はい、これが角になりますね。ではこれ一辺が全部で長編み53目編んだことになります。では残りも同じように一辺53目になるように編んでいきます。では最後の部分です。ここは鎖編み2目残っていますが、真ん中の位置で終わるようにまず鎖1と編んで、立ち上がり鎖3目のところに細編みをする要領ですね。これで真ん中の位置で終わりました。16段目の説明をします。ここはですね、長編みの裏引き上げ編みで編んでいますね。角のところは普通の長編みを2目編んで、鎖2目また普通の長編みを2目編んでいます。それでは16段目をやっていきます。まず鎖編み3目で立ち上がって、ここを側にすくって長編みです。これで長編み2目ですね。下の段長編みが53目ありますが、それぞれに長編みの裏引き上げ編みをしていきます。長編みの裏引き上げ編みを53目編んできました。角のところですね。角のところは普通に長編みをします。鎖を側にすくって長編みをします。鎖編み 1,2 と編んで、また長編みを 1,2 ですね。角はこのように編みます。ではね、あとやり方同じです。編み終わりのところをやってみますね。ここを側にすくって長編みを 1,2 と編んだら、鎖編み2目分の真ん中で終わるために鎖1と編んで、立ち上がり鎖3目のところに細編みをします。これでこの段を編み終わりました。次ですね、17段目18段目と使って、玉編みで花の模様を作っていきます。まず17段目は、花の下の段を編みますね。基本的には、長編みの玉編みで編みます。で、角だけは長々編みの玉編みで、大きなお花にしていきます。それでは17段目をやってみます。まずは鎖編み 1,2,3,4 と編んで、側にすくって長々編み1回、2回ですね。これを引き抜きます。次は鎖編み5目です。 1,2,3,4,5 と編んだら、長々編みをこのまとめたところに1回、2回ですね。はい、
これはまだ引き抜きません。次はですね、長編みになります。この角から一つ目の目ですね、ここに、長編み3目の玉編みですね。そして次は1、2、3、3つ飛ばして4つ目に、長編み3目の玉編みです。はい、今これだけ針にかかっています。これを一度に引き抜きます。角の部分は少し大きめの玉編みになりますね。ここからは、全部長編み3目の玉編みで進んでいきます。鎖編み1、2、3、4です。未完成の長編みを2回ですね。次は同じところです。さっき玉編みを入れたところに未完成の長編みを3回、次は1、2、3、3つ飛ばして4つ目です。4つ目に未完成の長編みを3回、これを一度に引き抜きます。はい、ではこの要領で編み進めていきます。端まで編んできました。最後の目はね、一番この最後の長編みにちょうど数が合うと思います。では角のところをやっていきますね。まず鎖編み1、2、3、4、5目です。長々編みです。未完成の長々編みを2回ですね。次はここを束にすくって、ここも長々編みですね。未完成の長々編みを3回編みます。これを一度に引き抜きます。次は鎖編み5目です。まとめたところに未完成の長々編みです。はい、次は長編みの玉編みになります。この、角の鎖の目のすぐ次の目ですね、ここに未完成の長編みを3回入れます。そして1、2、3、3つ飛ばして4つ目に未完成の長編みを3回入れて、これをすべて一緒に引き抜きます。はい、そうすると角の部分は長々編みの玉編み3回編んでいますね。あとはまた続き、同じ要領で長編みの玉編みで編み進めていきます。この段の編み終わりをやってみます。今この状態まで来ていますね。では最後ここに長々編みの玉編みを編みますので、未完成の中長編みを1回、2回として3回目はやりません。やらずにこのままこれを全部一度に引き抜きますね。そしてこれを鎖編み1、2、3、4、5として、ここの中心のところに引き抜きます。はい、これでこの段の編み終わりとなります。
18段目は花の模様の上半分を編んでいきます。平らなところは長編みの玉編みですね。そして角の部分は長々編みの玉編みです。角の部分には長々編みの玉編みが8目入って、ここだけ大きい花になります。長々編みの玉編みから始めますね。鎖編み4目です。未完成の長々編みを2回します。これを一度に引き抜いて鎖編み4目です。今度は同じところですね。この中心部分に未完成の長々編みを3回、そうしたら次はですね、こちらに長編みの玉編みを入れますね。未完成の長編みを3回、これを一度に引き抜きます。長々編みの玉編みを2回入れていますね。でここは戻ってきて、あと3回長々編みの玉編みを入れます。はい、ではここからのやり方をやってみます。今度ここは鎖編み4目です。そしてこの分はもう玉編みはしません。こちらに長編みの玉編み、ここにも長編みの玉編みをしますね。これを一度に引き抜きます。はい、これを繰り返し編んでいきます。角のところまで来ました。角のやり方をやってみます。まずですね、この模様にはもう一つ玉編みを入れるんですが、ここに入れるのは長編みの玉編みです。鎖編み、まず1,2,3,4 ですね。長編みの玉編みを入れます。次はここに長々編みの玉編みを入れます。これを一度に引き抜きますね。鎖編み4目です。ここに長々編みの玉編みを入れます。これを引き抜きますね。また鎖編み4目です。もう一度同じところに長々編みの玉編みを入れます。今ですね、1,2,3,4,5,6、玉編みが6目入ってますね。全部で8目にしますので、もう一度鎖編み4目で長々編みの玉編みを入れて、一度に引き抜きます。鎖編み4目です。長々編みの玉編みを入れます。はい、これで 1,2,3,4,5,6,7,8 目入りましたね。ではこの後はここに長編みの玉編みを入れます。これを一度に引き抜きます。
角はこのような形で編んでいきます。この後はまた鎖編み4目して長編みの玉編み、今度こちらに長編みの玉編みですね。これをまた一度に引き抜いてと、こういう形で、では、最後まで編んでしまいます。この段の編み終わりをやってみますね。まずこちらには長編みの玉編みを入れます。そして、今度こちらに長々編みの玉編みを入れます。一度に引き抜きますね。で、鎖編み4目です。長々編みの玉編みを入れます。今これで 1,2,3,4,5,6,7 ですので、もう一つですね、鎖編み4目編んで長々編みの玉編みです。はい、で最後の鎖編み4目は真ん中の位置で終わるように、鎖編み 1,2 と編んで最初の玉編みのこの部分ですね、ここに中長編みをします。はい、これでこの段の編み終わりとなります。19段目の説明をします。19段目はですね、長編みで1周編み進めます。一辺の長編みが69目になります。まずはですね、この鎖を束にすくって長編みを2目ですね。まず立ち上がり、鎖編み3目、そしてもう一つ長編みをします。次です。この玉編みのところに長編みを1目編みます。鎖編みのところに長編みを3目編みます。玉編みのところに長編みを編みます。鎖編みのところに長編みを3目編みます。玉編みに長編みを編みます。鎖編みのところに長編みを3目です。というような形でですね、端まで編んでいきます。はい、端まで編んできました。この部分は長編みを2目編みますね。はい、これでこの一辺の長編みが69目になります。ではここ角の部分になりますね。鎖編み 1,2 と編んで、ここではなくてね、こちらに入れますね。長編みを2目編みます。はい、この後はまた先ほどと同じ要領で玉編みのところに長編み1、鎖のところに長編み3という形で、最後まで編んでいきます。では編み終わりのところをやってみます。今この状態ですね。ではこの鎖に長編みを2目編んで、鎖編み 1,2 でここに引き抜いて終わるところですけれども、また真ん中の位置で終わるように
鎖1と編んで、立ち上がりの鎖3目のところですね、ここに細編みをします。はい、これでこの段が編み終わりました。20段目の説明をします。20段目はですね、裏引き上げ編み、長編みの裏引き上げ編みで編んでいきます。はい、20段目ですね。これはもう長編み1目に対して、長編みの裏引き上げ編みをずっと編んでいます。で、角のところのやり方ですけれども、下の段の鎖を束にすくって、普通の長編み2目、鎖2目、同じところに普通の長編みを2目と編んで、一辺の長編みが73目になるように編みます。この段は実演しませんので、説明の通りに編み進めてください。21段目は長編みと鎖編みを交互に編んで、ぐるっと1周編みます。まず鎖編み3目で立ち上がりますね。そして鎖1目、次のこの長編みのところ、ここに長編みを編みます。鎖1目、1目飛ばして、次の長編みに長編みを編みます。鎖1目、1目飛ばして、次の長編みに長編みを編みます。という形で長編みと鎖を交互に編んでいきます。端まで来ましたので、角のところをやってみますね。ちょうどね、あの一番最後の目に長編みが入るところで終わるはずです。ではここは鎖編み1と編んで、鎖編みを束にすくって、長編み1目、鎖1、2です。長編み同じところに長編みを1目、鎖編み1、次の長編みですね、ここに長編み、またここからは同じ要領ですね。鎖1、1目飛ばして、長編みという形になります。ではこれで残りの分を全部編んでしまいます。22段目になります。これは表側の最後の段になります。すべて長編みで編んでいきますね。はい、ここの編み方ですね。長編みに長編みを編み入れます。鎖1目のところを束に長編みを編みます。長編みに長編みです。鎖1目のところを束に長編みです。という形でね、ここはずっと編みます。角のところは鎖2目のところに長編み1、2と入れて、鎖1、2ですね。そして同じところに長編み1、2と入れて、これが角のところになります。一辺の長編みが81目になるように編みます。ここはもう実演はしませんので、説明の通りに編み進めます。大体ですけれども40センチ角の正方形になっています。45センチ角のクッションに合わせるにはちょっと小さいんじゃないかなと思われるかもしれませんが、あのブカブカよりもね、パーンと張ってかぶせた方が可愛いと思うので、やや小さめで大丈夫です。